ボルテウジンは、モンゴル帝国の子祖チンギスカンの第一公妃。コンギラと部族出身。漢字表記は、ハイジ代、現長筆詞では、ハイジ朝、朝日誠、修氏のペルシア語では、バータ風人員と表記される。ウジンとは、漢語の夫人に由来する称号で、モンゴル王族の聖碑が名乗る損傷である。元朝から、ヒカリコン翼聖皇后と、送り名なされる。 名は、モンゴル部族の子祖として、有名な、青き狼のボルテと同じで、灰色のまだら模様を意味する。カブルカン以来モンゴル部族の因族として知られた、コンギラト部族の一子族の主張で、セチェンの娘で、現長騎士では、チンギスカンより一歳年上だったとされる。原史、特設前伝によると、父、デセチェンの姓は、ボスカウル氏であったといい。 コンギラトの本家から分岐した一族と思われる。終始、コンギラト部族氏によると、コンギラト部族は、モンゴル部族において、キアト氏族をはじめとするニルン部族集団に隷属するドルルキン部族集団を代表する部族である。伝承によると、コンギラト部族は、黄金の壺から派生した三人の子孫を起源とするが、デーセチェンの一族は、 このコンギーラと部族本家となる三子祖の長寿ルクメルゲンの後栄とされる。ボルテはまだ子供の頃に、父とチンギスの父イエスゲートの間で婚約が結ばれ、成人した後にチンギスと結婚した。結婚して、あまり経たない頃、高原北部の有力部族メルキトの主張長クトアベキが、三家の噂、カートの各種族の首長たちと軍を引き連れて、テムジンの爆営を襲い、ボルテは逃げ遅れて、 メルキトに抑留された。まだ勢力の弱小だった、チンギスの保護者であったイエスゲーの名優で、ケレート部の王である、御館は、メルキトに圧力をかけ、ボルテの身柄は、メルキトからケレートに移され、ケレートからチンギスの元に無事送り返された。この旅路の最中にボルテは、チンギス間の長男を産み、旅客を意味する女子という名前を授けられる。また、現状必死では、 チンギスカンは、オンカン及びジャムカと同盟して、メルキトを破り、武力でボルテを救い出したという話になっている。また、現朝必死によれば、ボルテはメルキト部族の男と強制的に結婚させられていたため、ボルテが女子を妊娠したのは、強姦によるものではないかと疑われたとされる。一方、終始女児ハオサムによると、ボルテがメルキトの手勢に連行されたとき、 すでに彼女は妊娠した状態だったという。やはりここでも、ケレートの恩艦がメルキト側と交渉して、ボルテを取り戻し、恩艦はテムジンを自らの息子と称して尊重していたため、彼女を丁重に保護して、テムジンの元へ送り戻した。その旅中でボルテはにわかに産気づいて、男児を出産した。そのため、この男児は、旅中で生まれたため、女児と名付けられた。 と述べる。現聴筆士によると、テムジンが、ジャダラン部族のジャムフカと同盟していたとき、彼らの一党とテムジンの一門が、同じ宿営地に滞在しようとしたところ、ボルテはテムジンに語ったジャムカの発言に、彼の返信と配慮を読み取り、ジャムフカを危険視して、彼を避けるよう説得し、テムジンの一門は、宿営地を引き払ったという。その後、女子の三人の弟チャガタイ、オゴデー、 と5人の女子を生み、男子はチンギスカンの後継者候補として、その制服事業を助けて活躍し、女子はいずれもチンギスカンと同盟した有力な部族の長のもとに、嫁いだ。チンギスカンが勢力を拡大すると、やがて様々な部族から迎えられた数十人の女性が、公費とされてゆくが、ボルテは、制裁、第一公費としての地位を保って尊重された。 チンギスの後継者候補として認められたのは、ボルテの生んだ4人の男子のみであったことからも、ボルテが他の候補とは別格の扱いであったことが伺える。チンギスが高原を統一して、モンゴル帝国を起こすと、チンギス直営の宮殿である4大オルドのうちの大、1オルドの管理権を委ねられ、大オルドに付随する領民を収めて、チンギスの盛んな遠征のルスを守った。彼女は、 チンギスの本営であるダイオルド・ジャッケ・オルドの主張として、原始によれば、自らを含め7人の皇后と一人の日を、司さどった。男子女子日本モンゴル中国その他、ありがとうございます。